パンのスープのレシピを紹介します。まず食パンを小さく切って、トースターで焦げ目がつくまで焼いていきます。そして焼いた食パンをミキサーにかけて粉末にしていきます。次にネギの青い部分、人参のヘタと皮、キャベツの芯に焼き目をつけていき、焼き目がついたら鍋に野菜、水、固形ブイヨン、ニンニク、白胡椒、塩を入れて5分煮出していきます。煮出して出た出汁、牛乳、粉末のパン粉、バターをミキサーに入れて1分かけます。ミキサーにかけたものを中火で火にかけながら混ぜていき、とろみがついたら OK です。スープを盛り付け、クルトンとパセリをお好みでかけたら、パンのスープの完成です。